マミモメモさやかと申します。この度ですね、ペルソナ5ザロイヤルの主人公のネンドロイドが届いたので開封していこうと思います。5270円です。ネンドロイドはさ、クオリティがめちゃくちゃ高いのにさ、お手頃な値段でこういうフィギュアが手に入るからめちゃくちゃ本当ありがたいよね。ということで、外箱こんな感じです。なんかいつも俯瞰で撮ってるけど、立てたいからさ、ちょっと今回は斜めで撮ってみたんだけど、箱が全部入らない。箱も全部可愛い。そこは？そこもある。そこは上と一緒？いや、スマホ持ってるわ。はい、で私はね、ペルソナ5ザロイヤルの主人公の名前、雨宮蓮くん、アニメ版の主人公の名前を拝借してプレイしたので、ちょっとレン君レン君って言いますけど、ご了承くださいませ。うちの子はレン君です。開けてこう。そう、あのね、まあそのペルソナ5が発売してから7、8年経ってるじゃないですか。なのでもうね、怪盗団の方はあらかたみんなね、ネンドロイド動画知ってるんですけど、この度新作として出たのは、そう、制服バージョンなんですよね。そう、なのでちょっとあの後から入ってきた生の私、なんと制服をね、あの新品として購入できまして、非常に嬉しゅうございます。これ箱がさ、すごい中身が金箔、金箔っていうんですか、すごいキンキンしてて、この箱もね、あれとして役に立ったよね。立ち台の背景として。ちょっとなんとなくここに置いてみて。で、ここなんかテープついてんだっけ？テープついてなさそう。お、怖っ。パーンでないぞ。パーン。おぉ。モルガナもいるよ。お顔は2カ所じゃない、2種類あるんだね。お顔2種類なんだ。ニッてしてんのかな、ニッとしてるのかもしんない。ニで、メガネが取り外し可能なんね。そう、レン君ね、伊達メガネらしいですからね。首周りがの塗装がつかないように首周りが防護され、ここもね、擦れたらね、塗装が剥げちゃうので、ついてますね、ビニールが。で、このズボンあたりもついてる。ズボンあたりはさすがに、ちょっと、ごめんレン君、ちょっとさすがに無理して引っ張るよりはちゃんとこうしてあげた方がいいね。うん、皆さんは、主人公はあれです、調子乗ってニッてしてる方が好きですか？ちょっと澄ましてる方が好きですか？割とね、無口なポーカーフェイスみたいですけどね。かわいい！いいですね。私、お顔変えない派なんだよね。スタチューが好きってのもあるけど。ニッてするのもいいかな。なんかでも本当に、あ、視線もちょっと違う。若干こっち見てる。変え方がわかんないんだけど、この前髪を外せってことかな。怖っ取扱説明書見てーと言いな、やめとこやめるんかーい。で、ここにこれライザーね。で、背中に刺して刺されるやつと、私いつも思うけど、これ何なの私これがいつも何なのかわかんないんだけど、これ保存する用とかじゃないよね。これ何なの？取り扱い説明書読めって話？いつもわかんない。予備ジョイントって書いてある。予備ジョイントって何？予備ジョイントの日本語がわからないです。周りにさ、そのデンドロイドを買う生がいないからさ、誰にも相談できない。尻尾取れそう、モルガナ。すごい。原作再現すごくない？え？モルガナってこれどこに置くの？
通に立て、あ、立つ、立つっちゃ立つ。で、メガネ、メガネは、あ、なんかここのフレームのところに突起がついてる、ここに微妙に、わかる？これに前髪が刺さるってこと？あ、刺さりそう。ってことはやっぱりこの前髪は取る練習をしなきゃいけないっていう話。説明書を読みましょう。繊細にできています。破損に注意してください。まあ手前に行く1、あ、これだ。前髪パーツを外すと症状パーツを交換することができます。首ジョイントを受けパーツを後部から取り払すことが可能です。あ、予備パーツってここのこと？もしかして私今まで外したことないから気づかなかったのか。この肌色っていうのはそういうこと？怖い。まあアホ毛が長くない分まだねえ。痛くない？レン君大丈夫？もうなんか全然外れる気しないんだけど。メガネなしでいく？メガネなしでいこうか。で、腕をね変えられるんだけど、どっちこれ？右手だよね。右手をメガネ取ってる風。ちょっと待って、参考資料は、参考資料これだ。下なんか表だ。違う、こうか、こうだ。いいんじゃない？あ、メガネ持つのいいかもな。こうするか。他にも、あー待って、他にも手があって、あー、わかったわかったわかった。これポケットに手入れてるんだ。腕取るじゃん。で、あー、どっち？こっちかな？こっち、こっちで、ポケットに手入れてる風。こう手にね、ポケット持ってて、そう、布を持ってて、確かにポケットに、遠目から見てポケット手入れてるように見えるっていう感じなのか。なるほどね、よう考える。で、あー、どうしようかな。ちょっとさすがに、さすがにもう私箱捨てたい今までネンドロイドとかもさ、なんかなんだかんだ箱を取ってたんですけど、ちょっと今回はさすがに捨てよう。この側のイラストだけ切り抜いて、それは残しとこう。で、ポケットじゃなくて、スマホは？スマホはこうか、こっちか。あ、で、スマホをもし見るんだったら、どっちかっていうとこっちの方が見てる風にある。目が寄ってるから、これだと真ん中まっすぐ見てるもんね。なるほどね。で、左手にスマホ持ちながら右手でこういうこともできるダブル。なるほどな。個人的にあのメガネ持つのいいなって思ったので、左手標準、右手メガネにしようかな。ちょっとシュッ、このマジで、あ、あ、取れる雰囲気あります。取れた。で、メガネつけようと思ったら、いや、わかるかな、黒いからわかんないね。ここにね、微妙にね、へこみがあるのよ。ここにこのメガネのこの、ここの突起をはめる。できた。すごい、なんかこれだけでレン君っぽくない？で、こうした、あ、メガネした。あ、メガネも可愛いね。なしでいくかいや、あのメガネ手に持ってる方が今のところ好みなので、メガネができるっていうのを学びました。
で、これで飾ろう。で、背中の穴に、もう背中にね、このね、軸入れるのすっごい苦手。どこまで入るんかなっていうのと、なんか物によっては折れたり大きさが合わなかったりするのがすごい苦手で、ここに刺してこういうことよ。で、ちょっと心なしか足に地面立たしてあげて、隣にモルガナを置くっていう。これでバッチリいいんじゃない。はい、どんな感じ、いいんじゃない。モルガナね、自分で立ってもらわなきゃ困る。こんな感じです。いいんじゃないですか。え、かわいい、嬉しい。あ、ちょっと逆だ。ここにアトラスのロゴが書いてあった。こうか。で、これを今から飾りたいと。あ、めっちゃ嬉しい。いや、なんかね、悩んでたんですよね。ちょうどゲームを始めた時にね、レンドロイド、レン君のレンドロイドが出るよって知って、うわー悩む、そこまでハマってんのかな私って思ったら、気づいたらめちゃくちゃハマってたんで予約しといてよかった。かわいい。じゃあちょっと飾ります。はい、これ電子ピアノの、電子ピアノかよ電子ピアノの上に置いてある棚なんですけど、今はツイステッドワンダーランドの推しのエースとアズールを飾ってて、他にもネンドロイド飾ろうかなと思いつつ、まだ開けてなくってね。そう、この中にレン君を入れようかな。これが香水、ルームフレグランスだよね。うん、オクタビネルのルームフレグランス今飾ってたんだけど、ここにレン君を、あ、ちょうどいい。サイズちょっとちっちゃめかな。このアズールがね、ギリギリ入るか入らないかぐらいなんだよね。少なくともアホ毛が入らなくって。アホ毛取ってますね。ここにモルガナも置いて。ね、モルガナ絶対難しい、これ。はい、行きました。はい、いいんじゃない？で、閉めて。あ、ちなみにこのケースは無印良品のアクリルケースですね。いいんじゃないですか。で、あとフロイドとジェイド置いて、あとジョジョもね、ジョータロウとポルナレフと華鏡院と、で4部のジョータロウとジョリーンがいるんですよね。さすがにジョジョ組は全部入れられない気がするけど、そうね入れられない気はするけど、いつかその人たちをちゃんと開封してこの中に入れたいなと思います。大満足。わ、ニヤニヤだ、超かわいい、嬉しい。まあ、顔もねちょこちょこ変えれたらいいなと思います。この子たちは変えてないけど、ずっとアホ毛気になるアホ毛入れるところ気になる。はい、といった感じでございます。ここまで見てくださってありがとうございました。バイバイ、またねー。